J リーガー1分紹介。はい、どうもヒデです。今回紹介するのは開幕戦で大活躍した湘南ベルマーレの大橋祐希選手です。大橋選手はジェフユナイテッド千葉のアカデミー出身で、八代高校を得て中央大学へ進学しました。大学の4年の時には関東大学サッカーリーグの2部でシーズン記録を更新する21ゴールを挙げ、チームの優勝、一部復帰に大きく貢献しました。そして2019年に湘南ベルマーレに加入が内定し、特別指定選手として J リーグデビューします。その後サガン鳥栖戦でプロ入り初ゴールを決めました。2021年から出場機会を増やし4ゴール3アシストを記録し、迎えた今シーズンは開幕戦からプロ初ゴールを決めたサガン鳥栖相手にハットトリックを記録。開幕戦でのハットトリックは17年ぶり6人目の快挙となりました。そんな大橋選手の特徴は湘南スタイルに非常にマッチしている選手で、前からの献身的な守備に加えてボックス内での高い決定力を持っている選手です。そんな大橋選手の今後の活躍に注目です。以上。